元 SMAP の中居君っているじゃないですか。中居君の番組2回ぐらい出たんですけど、中居君って、まあ、中居君っていうか中居さんなんですけど、放送のカメラが回らない時にもちゃんと面白い話をするんですよね。その場のスタッフを盛り上げるのと、その出てる演者の人たちが会話しやすいようにきちんと面白い話をするんですよ。で、その言っちゃいけない話をするんですよ。いや、これ放送じゃ絶対言えないよねみたいな、まあ、しょうもない下品な話も含めてやるので、そういう意味でやっぱその、まあ、いろんな番組のその司会を中居君ってやってるわけですけど、まあ、優秀さってそういうところにあるんだろうなと思いました。もしそのお金でハゲが解決するのであれば、元スナップの中居君とか孫正義さんとか、そのハゲたくないタレントさんとか、お金を持っている方はハゲてないと思います。なので、どんなにお金があってもハゲは治らないっていうのは、残念ながらテレビのチャンネルひねるとわかるんじゃないかなと思います。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲおやじでした。バイバイ。